おびっくりした。おこんにちは。お久しぶり金徳君。元気だったですか。僕も元気で頑張ってます。今日は一日よろしくお願いします。心に夢風涙風良い風が心。今回の作品良い風心、酔う風と書きますね。お酒で酔う、そして風、吹く風ですね。で、酔い風心というタイトルがつきました。主人公は女性でございましてですね、報われない女の心を歌った一作でございます。ぜひ応援のほどよろしくお願いいたしたいと思います。今回六行詩、大体六行詩ですね。で、今作も最後の二行は、ごめんねごめんね、わがままばかり、心に、夢風、ね、涙風で、こういう同じ、言葉なん で最初のごめんねは三連なんですね。タタタタっていう歌い方ですね。ごめんね。で、次のごめんねはもう一つ入りますが、少し譜面よりは少し食って毎歌くらいにこう少し半分くらいですかね、こう食ってもいいですね。ですから譜面はごめんねごめんねなんですけど、ごめんねごめんねって言うと、ごめんなさいごめんなさいってこう本当に、ね、悪いような気持ちでかぶしてください。少しね、でわがままばかり、ここは本当に悪い気持ちを出すような歌い方で結構です。で、最後の心にって、ここもここだけ弾まないですかね。心にって弾みたいんですけども、心で思うから、ここは重みを持って心にって押し出すような歌い方ですね。で、夢風涙風は弾みます。ですから心に夢風涙風ってこう弾んで、最後タイトルです、良い風心。ここはゆったりめに少し揺らしながら、最後の心は拳でお回します。ですから良い風心っていうような、気持ちよく歌ってください。そうしますと全体像がこうなんかこう明るめに乗りよく、そんな悪い、ね、お互い悪い、付き合いじゃなかった、でも私が本当は悪いのよ、そういうその歌に出来上がりますので、ぜひぜひ今みたいなポイントをですね、気をつけて歌っていただきたいと思います。できました。健康第一、トマト大好き、北川悠です。まあ、これはですね、やっぱりこう年とともに、今までそうですね、トマトが嫌いなわけじゃなかったんですけど、なんか今年ですね、まあ、健康のためにトマトがいいということを聞きまして、食べ始まったらですね、それも生でこう細かく刻んでですね、食べたら美味しかったんですね。でドレッシングをかけまして、でまあいろんなとこに行っていろんなトマトを食べてみましたけども、味も違うし、うまいトマトもありますし、まあ普通のものもありました。でも普通のトマトでも美味しいですから、まあそんなことでトマトが主食っぽいような感じになってきました。まあ、とにかくトマトはいいかなと思いますので、もし本当に美味しいトマトがありましたら、私の事務所の方で、送っていただければありがたいかなと思いますけども、とにかく健康のために野菜は大事でね、大事ですございますし、またトマトは僕は大好きです。今回の良い風心、とってもいい作品でございます。これからまあラジオとかテレビとか出てまいります。まあ、詳しいことはですね、ホームページの方をご覧いただきたいと思いますし、またこの良い風心、先ほど言ったようにですね、歌いやすい、まあ、自分でも歌っても気持ちいい歌でございますので、皆様に歌われるような作品作りでしたと思いますし、またそんな感じで皆さんにも歌っていただきたい一作でもございます。なんか気持ちのいい歌ですからね、ぜひ応援していただいて、皆さんの一曲、まあ、自分の歌にしていただきたいと思います。改めて、金堂をご覧の皆様、応援のほどよろしくお願いいたします。北川でした。
心に雨風涙風よ